皆さんこんばんは、 MK です。星のカービィディスカバリーパート49やっていきましょう。今回は ZO ドリーミーフォルガのフォルガトゥンダリアからですね。レオンのソウルは全部で51個、51個ってなんかキリが悪いから50個にしといて欲しかったなと思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ちょっと1個余計ですよね。あんまりそういうキリがいいとか悪いとかは考えられていないんでしょうか。はい、じゃあ一旦ここはニードルにしまして、この中とか怪しくないですか？ないな。この裏側とかもありそうですが、ないか。なんかレオンのソウル50って51個もあるんだったら、こういう細かいところも隠されていそうなもんですが、待てよ、ここが怪しいな。あ、これだ、三角頬張り。ちょっと今分かりにくかったね。アイスのコーンが三角になっておりました。はい、中にレオンのソウルがありましたので、これまずは1個回収しまして、はい、こいつも倒しておきましょう。ここも怪しいですよね。レオンのソウルじゃないんかい。そしてさ、このなんかオイルみたいなやつは中にさ、なんか隠されてるとか大丈夫かな。一応つっついてく。いや、なんもないか。なんか見えないからさ、そこにこういう壊せるブロックがあるとかっていう可能性もなきにしもあらずで怖いんですが、まあそこまで鬼なことはしないか。危ないって。でこっち側もつついていく。レオンのソウルさらにゲット。これで3個目ですね。危ないな。おっと、待てよ、ここはニードルよりもカッターの方が良さそうですね。そう、このフルメタルカッター結構使えるので使っていきたいと思いますが、まあまずは三角頬張りですね。はい、ここをドカンとまとめて倒しまして、横とかも見てかないと危ないよ。結構ね、この崖の下とかも落ちてたりするんでね、危ない。ちょっと待って。はい、ここ壊して OK。 レオンのソウルゲット。こいつら、あー、マジか。なんかさ、自販機頬張りだったら確か倒せますよね。三角頬張りじゃ倒せないのか。同じ頬張りでもなんか強さとかあるんですね。ちょっと待って、ここ避けて、こいつだな。うわいって、待って、こいつなんだ強化されてんのか。はい、レオンのソウルゲットしましたが、うわ待って、体力が危ない。落ち着け、体力に気をつけながら進んでいきましょう。はい、こういうやつらは先に倒しておきまして、トータロスのところに向かいたいけど、こいつらが危ない。待って待って、あんたも危ないからね。こーわっめちゃくちゃギリギリでした。はい、そしてトータロスを倒したら宝箱が出てきました。この中にもレオンのソウル、オッケー。3つはでかいね。はい、8個ゲットできました。こういうとこ大丈夫？一応戻って見てみますけど、何もなさそうなので進んでしまいましょうか。やばいって体力。ちょっと待てよ、あ、この下なんかあるね。マキシムトマトないですか？お、あ、レオンのソウルだ。うわマジ、ちょっと待てよ、吐き出して、体力がやばすぎる。これ当たったらもう一発アウトですよね。これさ、どうなると思う？やられたら最初っから、それともなんかチェックポイント、あ、でもチェックポイントからっぽいな。落ち着け、ちゃんとやろう。はい、ここ一回降りて、でもう一回登ります。もうほんと慎重に行かないと。うわ、体力で困ることになるとは。でここさらに上上がって、危ないって。あれあれ、あ、待って、上になんかある。ちょっと待てよ、その前に一旦ここ壊しておいて、 OK、 体力は回復。上になんかあるな、そこ光ってるけど、それか。こっち側に来ても開かないですよね。ちょっと待てよ、だったらやっぱそこっぽいな。その光ってるやつに触れればそこが開くってこと？そんなことある？だったらスイッチを配置すると思うんですけど。スイッチにしないんだ、そこ。なぜかキラキラに触れると開くという不思議な扉でした。はい、そしたらここ上に上がっていきまして、怖い怖い怖いよ。ちょっと体力さ、しっかりやろう。今までは若干ゴリ押し気味でもなんとかなってましたけど、やっぱね、裏ステージ結構むずいわ。これでこの辺りのレオンのソウルは全て見つけたみたいだよ。さあ、ケース進もうということで、よし、この辺りはじゃあもういいですね。そう、このね、エフェリンちゃんの言葉があるからなんか安心して進めますが、うわ、これどうだろう。カッター、フルメタルカッターでいく？それとも、ボムとかにした方がいいかな？おーおーおお、反射が強すぎない。あ、待って、中ボスっぽくない？ぽいよね。ってことは、フルメタルカッターの方がいいな。はい、ここはワイルドフロスト、ガンガン溜めて、引っこ抜いて、あー待って、これさ、落ち着け。これね、壁をね、ほら、ああやって反射させた方が強いのよ。ここ、こう投げて、はいはいはい。で、ここ、あ、待って、反射、そうそう。そうやってね、反射させたいのよ。はい、で、ここ、ジャンプして、OK、反射。で、反射強いよ、これ。はい、反射で叩いていく。こっちおいで。うーわ、なんか、あんまり反射の距離が長いせいで反射してくんないね。はい、じゃあ、ここ、連打して投げて、ほら、これさ、
こうやってさ、もういいって、やばいやばい、ちょちょ待って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 、はい、この辺も反射でガンガン倒していく。いいよ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 、はい、投げて投げて、これをキャッチしないことによってガンガン敵に当てていきます。そんな当たらないなそんな思ってるほど当たってくない、ちょっとまずいって。落ち着け落ち着け落ち着け、はい、ここぐーっと溜めて、で戻したところを反射させていく。ちょっとこれ中ボス当たってよ、ちょ全然当たっ、ちょ全然当たってくんない当たってくんないんだよな。あ待って、それはやばいね、それはやばいね、それやばいよ、それ食べられたらひとたまりもないよ、ほんと危ねえ。でここぐるぐる回して引っこ抜く、オッケー、はい、なんとかワイルドフロスティ倒すことができました。でその奥はさすがにブリザードが必要ですので、これでいきましょう。危ない取り逃さないようにしましょうね。ちょっと待って君、さっきから危ないね、先に倒しといた方がいいと思う。2匹いんのか、ちょっと待てよ、ここ、倒せ、ああもう無敵というか、その弾がね、あの無敵判定なんですよこれ、マジで勘弁してほしい。でこっち側も壊して、お焼き鳥ゲットで、こっち側はおーステーキゲット。焼き鳥とステーキ一気に食べたらなんかお腹がもつれちゃいそうですけど、あったねここ忘れかけてた。おっと、なんだったっけ君たち、名前確かフィギュアであったと思いますが忘れてしまいました。で戻ってきて、上、え、なんだなんだなんだ、上に行って戻んのか。おお、あ、なに、え、その上、その緑のかけら落ちてたっけか、ちょっと落ちてたっていうかあったっけか、 MK さんあんまり見ておりませんでしたが、はい、全部集めて、これでこの場所のレオンソウルも全部かな。はい、じゃああそこ取りに行きましょう。多分全部だよね、あ、上にもあった、危ねえこういうのちゃんと見とかないとさ、ミスるからね。はい、ということで一つ集めてからさらに拾っていく。これでこの辺りのレオンのソウルは全て見つけたみたいだよ、次へ進もう。はい、オッケー。いや、ほんと毎回ありがとうございます。ここにも体力回復ありました。ちょっと体力しっかりやってこう、本当に。うわ、電球か。はい、じゃあ電球でいきましょう。なんか、なんかさ、この電球頬張りとさ、ブリザードアイスの組み合わせ良くない？このブリザードアイスの氷に反射して、さらにこう、なんか光が広がるみたいな、それはさすがにないか。はい、じゃあここバーッとライトを当てて、オートエレベーターね。はい、上に上がっていきましょう。でもなんかやっぱ綺麗だよね、このブリザードアイスが。映えてる気がしますが、危ないってバッファローホーンがなんだあいつ、ほんと勘弁してくれ。暗いとこから来んのは卑怯でしょうが、ゴールドを気ぃつけようね。でそしたら待てよ、危ないってバッファローホーンが何その暗闇からのバッファローホーン、流行ってんの。おっとっと、危ないなめちゃくちゃ危ないじゃんそれ。でこの先も進んでいきまして、うわ、ゴールドがさ見えないんですよあんまり。でここは足場落ちるので気をつけましょうね。あのゴーストゴルドみたいなやつじゃないだけまだマシなんですが、 あとまたバッファルホーンが危ないね。バッファルホーンってジャンプできんのか、え待てよ、あれはあの上のやつは取らなくていい感じ、え、あ、こっち、あ、危ねってバッファルホーンが暗闇から来ないで。でここね、はい、こう渡って光らしていくと、そしたら下から何か出てくるんだよね。ガチャルポンか、レオンのソウルだと思ったんですけど、レオンのソウルは大丈夫か、来てないか。まああれ光ってるから見えやすいとは思いますが、一応この辺はじゃあもうないということでよろしいな。あ、上にあった、あ、これ覚えてるよ、こう来てこう来てだよね。はい、でオッケー、取れました。ガチャルポンかなんかが確か元のステージではここにあったんだと思います。で上じゃないな、下だ。うわ、今びっくりした、この上のさ地球儀というか土星みたいなやつ、あーびっくりした。このほら下のさ黄色い星がレオンのソウルに見えてちょっとあれなんですけど、ちょっと待てよ、なんだおいお前ら、あ、なるほど、こっちに引き寄せて、で引き寄せてこう来て取っていくと、素晴らしい。でこっち側も一応コインスター取りまして、うわ待って、暗闇だからさ見逃す可能性がめちゃくちゃある。ここか、はい、ここしっかり照らして、おお下からレオンさん、バッファルホーンが危ないなんだ今日はバッファルホーンの日か、めちゃくちゃ危ないんだが。であいつもうまく避けて、今26個半分は集まりましたね、残り半分なんとか集めていきましょう。うわ待て、こいつは目を覚まさないようにしたかった。うわ待て、これ上だよね、先元気ドリンク食べて、あれ、おっと、ほらここ確かね、もともとあのカッターのさあれがあったんだよ、あの部屋が、カッターのワドルディを助ける部屋があったんだよね、なんとなくは覚えてんだけど、もうでもそれも
1ヶ月ぐらい前の話。いや1ヶ月も前じゃないな、半月後バッファルホーン4体バッファルホーン。そしてちょっと待てよ、まだ全部集めたとエフィリンちゃんから聞いていない。そして MK さんは覚えてる、ここでしょあったよねここ。そう前もねここ、あのワドルディが確か隠されていたんだと思います。今回はレオンのソウルだな、多分あの宝箱の中に入っているんでしょう。はい、一旦こいつを引き寄せて、まあ一体だけでいいよな。はい、オッケー、レオンのソウルゲットできました。終わりだよね、これでこの辺りのレオンのソウルは全て見つけたみたいだよ。先へ進もう。はい、先へ進みます。いや、やっぱこのブリザードアイスの組み合わせいいね、おしゃれだねそうでもない、そう思ってんの MK さんだけ。結構おしゃれに見えているんですが、でここ細いから電球は通れないので電球は投げまして先に進んでいきましょう。これさ、お、いけんだ、へえこのオイルというかね、黒い沼の上でもこのアイス使えるんですね。これ何、どういうこと。あ、待って、わかった、ちょっと待った、ちょっと待った、導線と一緒ね、あのファイヤーの導線と一緒で急がないと落ちちゃうという仕掛けなんでしょ。あぶねあ、でも結構余裕あったね。はい、でここで壊れると、よかった、先来といて。ちょっと待てよ、こういう、あー、またそれか、いくよ、はい、踏んで、うわ結構長いな、落ち着け落ち着け落ち着け、はい、こう来て大丈夫、落ち着けばなんとかなるから、下降りてジャンピングで、あぶない危ない、ジャンプジャンプジャンプで、あぶね、これちなみに下はなんだ、あトゲか、危ないトゲのところ、え、トゲってさ、レオンのソウル落ちたら消えんのちょっとそれ検証したかった感はありますけど、まあ多分消えるんでしょうね。なんかでソウルがトゲで消えるというのもなんか変な気もしますが、でこの辺も全部倒して、お、なんか夢の中というか、あの操られてるヘビがいましたね。あのヘビは倒しておきたいけど、ちょっと待って、手前も気になるな、手前も、あー待って、あーミスってない、そっちもあれか、ブリザードかそっちもブリザードね、ブリザードを手放して他のやつコピーしちゃったと思ったらチリーでした。待てよ、でここも下行って、オッケー、そうここもね、なんかあの隠し通路というか扉があったんですよね、レアストーンそうレアストーン結構大事ですからね、取っておきましょう。結構いろんな能力強化したいからね、これは集めといて損ないと思います。で危ないよこのパレードのやつらが、今レオンのソウルがこれで34個、結構集まってはきたな、あららら、ら、はい、じゃあまたチリーをゲットしてアイスにしとく。待てよ、こういうとこ危ねえんだよな、下ありそうじゃない、戻ってくんの大変だからさ、大丈夫か。そしたら、お、待てよ、落ち着け、上からじゃないと見えない何かがあるという可能性もなきにしもあらずないか。はい、じゃあ下の5つの緑のかけら集めていきましょう。緑のかけらっていうとね、あのポケモンレジェンズアルセウス感がありますが、はい、ジャンプしてジャンプして、ここで5つ取りましたよ。これでどうなる、それが壊れんのかな、え違うな、ああそうだよね、合ってるよね、これが壊れて上行って、で下にも1個レオンのソウルがあるな、あれも集めていきましょう。ちょっと待てよ、これが本当に危ない、でこのもう体力勝負なんで、はい、オッケー、これで全部だな、これでこの辺りのレオンのソウルは全て見つけたみたいだよ。先へ進もう。はい、先へ進みます。あと何もないよね、確か元のステージだとここにあの手配書が飾られていましたよね、そんなイメージがありますが。おーっと、なんだ、え、なになにこれ、こんなんあったっけ、おー、え、こんなんあった元のステージで、あでもあったような気もすんな。これは、あーなるほどね、ぐるっと回ってゲットしていくと、このバンと出てくる、なんて言うんだったっけ名前このエイリアンみたいなやつは、いった、あ待てよ、これこっちの方がいい、あーミスった、ちょっと待って、ボム必須では、これ大丈夫、必須だったら復活する、あー必須だそうカービィは必須のコピー能力はこうやって復活するんですよ。でこう来て、ってことはこっちじゃないで、あなた、あここにもボムいたんかい、でこっち、いやまずこっちだろ、こう来て、あああ、あそっか、あー分かった、全部ね、オッケー、理解した理解した、あーこれ一回もう一周回んないといけないんだ、ちょ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 、あなた、あなた邪魔だから先爆発しといて、そこで、でこう来て、その下に行く前にこれを投げて投げて投げる、オッケー、全部なんとかスイッチをして上のレオンのソウルが落ちてきましたと。うわ待って、これさ見逃すな、迷路になってるからちゃんと見ないといけませんよね。こう来て、こう来て、おーっとあった、そこか、うーわ今の見えづら、はい、なんとかゲットした。
で、まだ最後じゃないな。あ、危ないよ。あ、その裏だ。裏にある、裏にある。この裏で、はい、さらにレオンのソウルをゲット。まだあるな。ここか。ここを踏んで、はい、真ん中の3つが解放されましたが、ここもだよね。はい、ここのレオンのソウルもゲットして、あー、なるほど。もともと行けなかったところが行けるようになったんですね。で、これで、この辺りのレオンのソウルは全て見つけたみたいだよ。さあ、ケース進もう。はい。46、もうボスだ。ワンダリア跡地のボスはキャロラインだな。これ、あー、やっぱりそうだ。キャロライン戦ですね。わかりました。よーし、じゃあ次回あいつ目総評キャロラインの強化されたボス倒していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。